スゲ族は、かやつり草かの一つの族である。身近なものも多いが、非常に種類が多く、同定が困難なことでも有名である。スゲ族の植物は、どれもほぼ共通の形態的特徴を備えている。大部分が多年生の草本で、多くは花時を除いて、茎は短くて立ち上がらず、大抵は細長い根質用を多数つける。地下茎を横に這わせるものは、広がった。 まばらな集団になり、そうでないものはまとまった株立ちになるものが多い。葉の基部は鞘になって茎を抱く。鞘が古くなると細かく裂けて糸状の網目になる場合があり、これを糸毛と,という。多くのものでは、家計は葉の間から長く伸び、その先にこぼをつける。こぼには柄がある場合とない場合があり、いずれにしてもその基部に包みがあり、包みの基部は鞘になるものが多い。 コブは水上に配列するものが多い。茎の先端にコブを一つだけ持つものもある。油芝などは多数の分子を持つ塩水化剤を形成する。この仲間はスゲ族の中では原始的なものとみなされている。また、少数ながら家計が伸びず葉の根元で開花する種も知られている。スゲ族の花は尾花と雌花が別になっている。オバ花は輪ペン一枚に おしべが包まれているだけのもの。目花は、目しべが花砲という袋に包まれているのが特徴で、その外側に一枚の輪ペンがある。こぼは、軸の周りに花と輪ペンが螺旋状に配列したもので、ある。短ければ、休憩に、長ければ棒状、あるいは、紐状になる。家計には普通は、複数のこぼがつくので、その先端のものをいただきこぼ、それより、 下から横に出るものをはコボという。オバナとメバナはそれぞれまとまってつく。それぞれが独立したコボとなるものが多い。一番多いのは、オバナからなるオスコボとメバナからなるメスコボが別々にあるもので、家系の先端に1個のオスコボが、その下方に数個のメスコボがつく方が普通である。オスコボを複数持つものもあるが、種類は少ない。一つのコボに両方の花がつくものもある。 先端に尾花が並び、寄部側に雌花が並ぶ場合を有志性、逆に寄部に尾花がつくものを私有性という。その他、例は少ないが雌雄別株のものもある。このようなコボの配置は重要な分類上の特徴となる。他にコボの形や雌花の輪片、花砲や果実の特徴が重視されるので、 童貞は果実が熟したものでなければできない場合がある。花宝は壺状の構造で先端に口が開いている。めしべはその底についていて、花宝の口から中等だけを伸ばす。受粉すれば果実は花宝の中で成長し、成熟した時には花宝はその基部で切り離され、果実を中に含んで散布される。花宝の口の部分が突き出した形になっている場合、 それをくちばしという。果宝は、その位置からは火火に由来するもののようにも見えるが、一部に果宝の内側から枝が伸びて果樹を形成するものがあるので、果樹の基部に生じるつとに由来するものと考えられている。果宝は普通、膜状で果実に、ほぼ接する形になるが、湿地性のゴーソやミヤマシラスゲでは大きく膨らみ、海岸性のシオクグや工房芝では、 コルク質の分厚いものとなっている。これらは流水や海水による分散への適応かもしれない。湿原に発生したヤチボーズ草原、森林、海岸その他様々な環境に生息する種がある。湿ったところに生育するものが多く、湿地や渓流沿いに集中する傾向がある。湿原ではスゲ類が優先する草原になることがある。北海道など寒冷地の湿原では、 スゲ類の大株が湿地のあちこちに塊を作り、盛り上がって見えるのをヤチボーズと呼ぶ。水中に根を張って葉を水面に突き出す。中水性の種もあるが、真に水槽的なものはほとんどない。海岸では砂浜には工房麦、遠征湿地には湿翼具などが密生した群落を形成する。海外では中央アジアなど乾燥した草原で、 スゲ類の優先する草原がある。傘さすげ、かんすなどの大型種の葉は、古くは傘やみのなどに用いられた。特に、傘さすはそのために栽培された。現在でも、しめ縄など特殊用途のために栽培されている地域も、ある。また、庭園の緑化や山野草として栽培される例もある。カンスゲやタガネ草の不入りなどは、干渉価値も高い。 花法が黄色く色づく小型の外国産種が販売されている例もある。草原を形成する種もあるが、緑化や牧草として積極的に利用される例はない。そのため、同様な姿の草である稲荷植物に比べると、幾何植物の種が格段に少ない。ただし、近年、そのような目的で持ち込まれた種子に混じる形での幾何種が若干報告されている。なお、 すげという名の語源については、牧野が関すげの項でやや詳しく記している。それによると正常を意味する語である、すがからの天音という説と、住居の敷物を、すが畳、畳と言い、その材料に用いたことから由来したという説が、従来はあるとのことで、しかし彼はいずれも根拠白弱と思えるとして、歯が束になって生じ、まるで巣のように見え、 またその葉が細いことからこれを剣に見立てたもの、つまり、スゲではないか、としている。スゲ族の花は、単成花である。カヤツリグサ族などにも一部に単成花のものがあるが、これは、両性花から二次的に生じたものとみられる。それに対し、スゲ族では、両性花であった証拠がなく、両性花をつける、カヤツリグサかのものとは別の系統に属するとも、考えられる。 スゲ族の著しい特徴として、単性花であることと、芽花における、花宝の存在がある。この特徴を共有するものは、スゲ族の他に、ヒゲハリスゲ族、スコエノクシフューム族、それに、ウンキニア族の、計4つある。これらは、スゲレ連にまとめられ、互いにごく近縁であると考えられる。このうちウンキニア族が、スゲ族に最も似ている。また杉連は、 スゲアカとされる。スゲ属は植物では最も多くの種を含む属としても知られており、世界で2000種とも言われる。ほとんど全世界に分布するが、温帯域が中心である。日本では現在で200を超える種や変種が記録されており、毎年のように新しいものが報告される。これは、この仲間が種文化をどんどんしている途中であるためと考えられる。 他方で変異の幅が広くて種の範囲が分かりにくく、まだその実態が十分につかめていないという面もある。今後もさらに見直しが進むものと思われる。菅の会にはアマチュアも含めて全国に会員がおり活発に活動している。俗を細分する案も様々に提案されている。いくつかの節に分けて扱うのが通例であるが、その扱いは必ずしも確定していない。 現在は分子遺伝学的情報などによる見直しも行われている最中である。スゲ族の解分類では従来はまず全容があるスゲア族とそれがないマスクサー族に分けることが行われてきた。またその中でスゲア族の油芝を含む群は全容が下方に近い形を持つことで原始的なものとの判断があった。あるいはスゲア族から塩水過剰に 人絵型のコボをつけるものを花火すげあ族に分ける説もあった。それによると、円水果女に枝分かれした果実に有刺性のコボをつける花火すげやなきりすげのようなものが原始的で、ここから果女の単純化の方向に進化が進んだとする。すげあ族のものは多くがコボに柄がある相乗果女なし、これが次の段階であり、さらにその柄が退化して水上果女になったものが、 マスクサなどとなる。ハリスゲやシラコスゲなどコボが家系の先端に一つだけあるものはそれ以外の各群から過剰の対価で生じたもので多系統であると考えられる。しかし分子系統による検討からこのような二分割が系統関係を必ずしも反映していないことが明らかになりつつある。それによるとマスクサ属は一つのグループとして成立するが、 スゲア族の方は三つに分割すべきであり、その一つは、タガネ創設のもの、もう一つは、ハリスゲブシなどの単焦法の軍で、これを、原始スゲア族とする。そして残りのスゲア族、この四軍が、スゲ族を構成する。さらにその中で、タガネ創設のものが最も原始的な軍である、という判断になっている。また、ヒゲハリスゲ族など禁煙とされてきた族が、 原子下属に含まれることも示唆されている。そんな中、杉属に関する現在の専門家である勝山は、阿属に分けず、不死に関しては、大家秋山の考えをもとにかなり細分的な不死を立てている。以下にその不死の扱いと代表的な種を示す。牧野、P796, 原点は1940年出版小山、P233 小山、 P234 以降、主として、勝山、P4 以下、小山、P2074&P2081 勝山、勝山を表し、大橋他編でもすげ族に関しては、彼が書いている。星の他も、ほぼ彼のものを踏襲している。配置順も含め、勝山による。ありがとうございます。